番ピッチャー石丸くんに帰りまして、ひろめくん背番号3。俺絶対ローボールや、絶対うまくいかない、高め禁物や、やべえ、あいつのスイングやべえ、気をつけろ、絶対勝つぞ、はい、やるだけ、成功、そうだ、タイムありがとうございました、よいしょ、ツーアウト、ツーアウト、オッケー、オッケー、ワンストライク、ワンストライク、よし、攻めろ、マジで、オッケー、押していこう、押していこう、いいよ、よし、やるでいくわ、ワンストライク取ってるよ、オッケー。大きいだけでしたね。なあ、ほんとだ。悪かったな。ガイア、マジ申し訳ないわ、あいつ。でも、ああいうバッターって多いよな、代打でな。なあ、ただのガタイだけやな。ダイヤの、代打の切り札みたいな感じの。そうそう。スローボールでお前、小太郎、全然よかった。はい。もっと緩い球使っていけ。はい。わかったか、はい、ああいう代打の切り札っていうのは、お前、ただでかいだけだから。わかった、はい、よし、警戒しすぎた。ごめんな。今度からもうガイア前にするわ。よし、よし、蹴っていこう。よし、勝とう。チェーン。嬉しいです。久しぶりのプレゼント企画、バー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 、こちらフィールドホースの外野用左用グローブですね。外野用の左用グローブ、なかなか珍しいですよね、左用っていうの。湯もみ片付けしてる状態でお渡しします。野球 YouTuber 向こうの向こうのシャツ第1弾、こちらを2名様に。応募方法は概要欄にありますベースボールタウンのチャンネル登録、そして野球 YouTuber 向こうのチャンネル登録、そして熱いコメントをくれた君たち厳選して47名厳選します。その中から日本全国ダーツの旅みたいな感じで名前をどんどん全都道府県みたいで分けて、そこで僕がダーツをして決めた2名にしたいと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。